じゃあちょっとよりちゃん、ちょっとね、筋肉の名前をちょっとイケボで、はい、ダミヘアンサーお願いします。スタート。千秋さん、今日も来てくれてありがとうございます。今日もマッサージしていきますね。かっこいいじゃん。まずは強さ乳突筋。カメラ、いきますよ。カメラ見て、ここ凝ってますね。大丈夫ですよ、僕がほぐしていきますから。痛くないですか？気持ちいいわ。次、脊柱起立筋、ちょっと撫でますね。はい、どうですか千秋さん？ほぐれていきます。それは良かったです。さあ最後ですよ、僧帽筋押していきますからね。さあ千秋さん、いきますよ。はい。僧帽筋、僧帽筋、僧帽がキンキンしてる。僧帽筋、僧帽筋。ちなみにそう、さっきも言ったんだけどね、初めましてということで、はい、なんか私とすみちゃんのさっき打ち合わせで初めてお会いしたじゃない、はい、なんか第一印象とか何かある？な、第一印象何かある？千秋さんのことで、あ、じゃあ今どう思いました？いや、もう本当にすごい緊張してきたんですよ今日。あ、なんでだよ。怖そうだから。いや違います違います、なんかやっぱり YOASOBI って結構すごい人気の番組ですし、うん、なんか緊張していろいろと初めてなのでドキドキできたんですけど、そう、打ち合わせからすごく楽しい感じの空気でやったやってくださって、ほら言っとくもんなのよ、ダジャレとか。そうなんだ、言っとくもんなのよ。もう打ち合わせ電源切ってたもんね。ごめんなさい。もうでもね、すみちゃんはね、オンとオフがあるから、私ずっとこれな感じ、うん、軽く引いとるやんって。うわ、母ってどういうことやね。出てますね。よりちゃんは、よりちゃんは、いやもう素晴らしいオーラだなと。おお、オーラの泉入っちゃった。泉これ泉入っちゃってるね。私入れちゃったらそれは紫よね。はい、もう泉入っちゃって。そういうことなの。違うと思う。すみれさんの何、第一印象はどう？私、いおりさんと同じ作品で、あ、そうですね、お会いしたことは実際なかったんですけども、はい、はい、うん、あの主に短距離を走ることで、はい、私はお世話になっていたので、一方的に、私も一方的に、一方的に短距離を走ってくれるなと思って、なのでですね、お世話になって、あのキング違いのキングで、はい、はい、ちょっとね、モルモットになってます。あらまあ。でも勝手に、はい、あの会ったことなかったけど、あの、あ、会ってみたかったという、はい、いおりさんなんですね。はい、はい、うん、いおりちゃん的には、いや、すごく歌好きで、え、曲が嬉しい。え、曲が好きで。マジですか？上坂ダイナミック、しかも新しい曲だ。あの曲がすごい好きで、あの上坂ダイナミックって、うん、アルバムにしか入ってない曲なんですよ。めちゃめちゃ聴いてくださってる。すごい嬉しい。すごい、それが好きすぎてずっと聴いてました、うん、はい、うん、来ました、来ました、私たちのダーリン。はい、こちらのダミヘはバックハグササイマシーン5号機かっこ少女バージョンね。これね、あのね、だいたいゲストさん来たり、なんかその時に、はい、この間あのなんかなんだっけ、あのバブル期みたいな、 バブルバージョンみたいないろんなバージョンがあるんだけど、あのまあこのダーリンはね、ずっとバージョンがアップしながら、まあ、変わっていくということで、普通のダミヘはね、うん、ちゃんと立ってるんですけど、なんかわざわざね、斜めに倒してね、確かに上にねカメラがついてて、そう、あそこを覗くと、うん、めちゃめちゃアップに映るから気つけてな、気つけてアップに映してて、だからね、こう後ろから大人の女性がこう囁いて、はい、こう自分のところにこう見てくれるっていう、なんか角度も使えるぞ、いや普通の波平じゃないぞみたいな、こうアピールな感じなわけですけども、ちょっと2人に挑戦していただきたいな。2人の見れるの嬉しい。ねえ、
頑張ります。残りこう、え、私たちの悩み聞いてくれるんですか。まあそれでもいいんじゃない。まあ、スミレプロはこうでも本当スミレプロだから悩んでます。悩んでます。苦しい。重症だ。はい、スミレさんの胸はアップ。違います、はい、苦しい、はい、苦しいよ。ハート。スミレさんのハートじゃないですか、そこね。脂肪じゃなくてハート。スミレさん、なんで悩んでるんですか。もうやだ。じゃあ私の悩み聞いてくれますか。はい、はい、東京都上坂すみれさんの悩みです。はい、本日は5月10日、世間ではメイドの日と呼ばれているそうなのです。で、僕はメイドさんが大好きです。なのですが、僕は家に帰ってもお帰りなさいませご主人様、お風呂を沸かしておきました、そしてなんたかんだして お布団まで連れてってくれるメイドさんがいません。とても寂しいです。僕は幻でもいいからメイドさんにご奉仕してもらいたくて、今もうメイドさんにご奉仕してもらわないとあと5分で私は余命がつきます。なので早くメイドさんのご奉仕が欲しいです。よろしくお願いします。できれば上目遣いです。なんかで、ね、息耐える前にじゃあほらこういうの得意なのはどっち。どっちでもいい。どなんかピラミッド方にしよう。じゃんけんでもいい。じゃんけん先にしよう。メイド時間がない。メイド今メイドじゃんけん。メイドどっちが行くか。決めてどっちが行く。メイドじゃあ私が行く。スミレさんがこう叫んでるけど、あの彼に向かってそのね、あのメイドさんでお願いします。メイドさんで、じゃあどうぞ。スミレさん、 YouTube で見られるのはここまでです。本編を全部見たい方はこのボタンをタップ。はい、アベマプレミアムなら私たちの限定トークも声優と夜遊び全シリーズも全部見ることができますよ。はい、みんなも一緒に夜遊びしようぜ。